三連単マッシュが止まりません。果たしてこのカードはどうでしょうか。シリーズの最終日は第4レース一般戦の開始です。1号艇には原香織、2号艇には渡辺千草、3号艇には岩崎芳美、4号艇には川原愛美、5号艇には北名由加、そして6号艇堀之内清子、以上6選手の対戦です。コース争い動きはありません。ゆっくりとピットを離れた6号艇堀之内、サイアウトです。ここは昨日の準優メンバーがスロー水気を固めていきます。その中で最も注目に押されたのは絶好枠の1号艇の原。対して2コースとなるのが2号艇の渡辺です。センター3コース、2番人気は3号艇の岩崎です。4コース、角1が4号艇の川原。5コース、5号艇の北。昨日の5日目、1着、2着、いずれも船足警戒でした。サイアウト6コース、6号艇、地元の堀之内。昨日の一走はイン逃げ勝利ですが、ここは6枠チルトは目いっぱいに跳ねての3度です。スロー3手、ダッシュ3手、枠なりです。第4レースは一般戦、Eコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートました。サイアウトから好スタート6号艇、堀之内。さあ、出ていく6号艇の堀之内。ですが、ちょっと遠いか。6号艇、3号艇がまくりあった。残りにかかる1号艇の原、内号艇は2号艇渡辺、5号艇来た、4号艇河原、向こう上に入りました。さあ、キズメ成功すると3号艇岩崎で2番手1号艇の原で、3番手は内号艇2号艇の渡辺、その後方5号艇6号艇4号艇一緒にマークの世界。スタートは正常でした。トップ近い3号艇の岩崎、くるっと2号艇渡辺、相当まして1号艇原、後方から作ってくる6号艇堀之内、ホームに移ります。先頭抜けたのは3号艇岩崎芳美、2番手の1号艇2号艇の接戦はアウトコースを取ってリードは一定し、1号艇原、うち粘るは2号艇の渡辺、レースは2周目と移りました。フォーカスは2番手、力くるっと2号艇渡辺、対して1号艇原香織、握り込んで向こう上に乗り返す。決まった。2番手は1号艇原、3番手2号艇の後方から今度は近づいて6号艇の堀之内と5号艇の北接近中。最後方は4号艇の川原です。レースは2周目マークの旋回と向かっていきます。注目は3番手、小回り2号艇の渡辺、体勢整えて切り込んで5号艇来た、6号艇堀之内、ホームに移れば3番手守って2号艇渡辺、頂戴系変わらず3-1-2、レースは3周目と移っております。このレース角受け3コースから1台前半1周1幕先に攻めていきました。先頭3号艇の岩崎、2番手1号艇の原、3番手は2号艇の渡辺で、上田明をついて3-1-2、2連単3-1-8.2倍、3連単3-1-2、22倍ちょうど、ラストコーナーの旋回と向かっていきます。これがシリーズの3勝目となりました。先頭3号艇の岩崎芳美、2番手1号艇の原香織、3番手2号艇の渡辺千草、長田家は3-1-2、先頭3番岩崎香織、2着1番原、3着2番の渡辺香織、5番の北、6番堀之内、ラストは4番川原香織。以上、小島第4レースでした。